ケネスは黒木正男にすごむとしたら何という？黒木さんの名前ハゲデッパで登録しますからひどハゲてねえしデッパでもないしもうちょいお手柔らかにお願いしますわわわ頭おかしかったからパトカーになりたいって言ったんですよね。おまわりさんじゃなくてパトカーになりたいって言ってたらしいです。話し終わった後にこう正面捉えるのがさめちゃくちゃ面白い。多分ね、野茂英雄。そんな人いっぱいいるじゃん。なんでピンポイントで野茂英雄。野茂もの。ケネスの兄弟の構成は？ああ、聞いたことあるような気がする。聞いたことあるね。ちょっとかな。それでは回答をオープンしてください。ああ、なんか3人兄弟の真ん中だった気がするんだよね。お兄ちゃんと弟がいたような気がする。いやなんかね、女の兄弟はいなそうだな。女の兄弟はいなかったような気がする、ね、あ、いや姉ちゃんって言ってたかな。いやなんかはい、わかんないですね。聞いた気はするけど兄弟いないんですよね。完全一人っ子なんですよね。そうだわ、そうだわ、一人っ子だ。顔見た瞬間に思い出したわ。あ、言ってた、黒木さん言ってたわ。そうなんだ。だから、うん、なんかね、その人との距離が測れないみたいな話してたわ。そうなんだ。今日、財布にいくら入ってる？オープンしてください。少ない多分ね、財布は持ってない。財布持ってない。で裸で現金で16582。なんかね、いやあのね、無頓着であんまりお札を持ってないっていうのをね、黒木さんに聞いたんだよね。いやもうなんかね、ぐっちゃぐちゃのお札みたいな、うん、あるそうそう、ぐっちゃぐちゃに丸めたお札をポッケに入れてるみたいなのは見たことあるんだよね。あれなんかお札持ってないで小銭しか持ってないからなんか帰れないみたいな話もしてた気がする。あれか、いや覚えてないな。簡単1万か2万かぐらいですかね。2万いくら。これを財布と見なくていいのかどうかですけど、あ、意外にあった。2万5000、小銭なし。小銭はポケット。小銭もいいですから。あ、金増えた、金増えた、金増えた。あ、5000円あった。3万1500円です。31,500円持ってんな。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 想定の倍持ってたわ。何倍か分かんない。100倍近く持ってた。ケネスはどんな落書きをする？はあ、なるほどね。どういうの書くんだろう。それでは回答をオープンしてください。なんかこんな感じ、なんか線にビヨビヨみたいな感じで入って渡しそう。まあなんか世代的に筋肉マンとか、ああすぐる、うん、なんかそういうのを描くんじゃないかなと。なんか絵は描かなそう。なんか記号とか図形とかなんか、あそういうの、なんかダイヤとか三角錐とかなんかそういうのか、こういう
かですよね、電話しながらとかですよね、無意識やるやつですもんね。ドラえもんの手だけひたすら描いてるって感じなんですよね。ドラえもんの手だけをひたすら描いてるっていう感じです。ファスナーじゃないのねそんなことあるまあでもなんかこんな感じでしょ。惜しいです ね, ね, な, んかなんかね、そういうイメージ、なんか意味のあることはしなそうな感じ。でもドラえもんの手っていうさ、意味はあったもんね、はっきりとした。そうだね、あのなんていうの、ドラえもんの手だけをひたすら描いている。怖怖怖、今日一番戦慄が走る瞬間怖。ケネスにとってご馳走とは何。これもまたね、そうね、ごちそうの定義よ。分かんない。これは。まあでもいいや。もうちょっと今回はこれでいこう。ちょっと。それでは回答をオープンしてください。ノーマルタイプ。お寿司。高い焼肉で。お寿司。お寿司。お寿司。でも北海道にいたことがあるって言ってたから、ね。お寿司ってこれ、お寿司って言ったら外れだからね。え？ちょっとお寿司でお寿司でいいですか。お寿司って絶対言わないもんだって。言わないね。お寿司。お寿司くらい漢字で書けよ。お寿司。はい、すいません。地層はね、あの品数が多い。もう小鉢10個でもごちそうですね。だからお種類が多ければ。なるほどなるほど、そういう捉え方ね。分かる分かる分かる、いるよねそういう人。分かる、うん、その質とかじゃなくて、うんうん、の種類、うんうんうん、手間ってことだもんね、うん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 、なるほどね。はい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 。ケネスのマイブームは。マイブーム、マイブーム、ケネスのマイブーム、いや違うか、なんか違うな気がする。いやなんか私は全然違う気がするけど、とりあえず。それでは回答をオープンしてください。それこそさっきルミチンが言ってた、あ最近流行ってるみたいなこと言ってたから、サウナかな。なんかコンビニのお菓子、スイーツじゃなくて、スイーツかお菓子か迷ってお菓子にした。甘いの食べんのかな。お酒飲むって言ってるしね。あ、そうね。でもなんか分からん、全く分からん。マイブーム今ね、料理ですね。なんか YouTube でリュウジのパズレシピとか、まあ、その料理見て、まあ、基本なんかレシピ見て作るってほとんどないんですけど、それだけはちょっと見て真似して作ってますね最近。はい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 、わかる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 、うん、俺もマイブームだった時あったわ。リュウジお兄さんね、私もよく作ってた、うん、美味しいからね。美味しいから、うん、ケネスは突然火薬鉄砲で撃たれたら何という。いきなりニヤニヤしている。それでは回答をオープンしてください。デュデュ、もうびっくりしないですよみたいな。なるほどね、うん、なんか私はさっきのやつよりもこう、わっ、なんすかみたいな、軽く小さくなった感じ。なるほどね、うん、おい、おお、なるほどね。さっきの方が近かったな。そうだね、えいみたいな。そうだね、くそー、なるほどね、びっくりはもうしなかったけどな、うん、えいえいっつって撃たれたふりをするってやつ ね。そうね、うん、大人大人。ケネスが思いつくのから始まる単語とは何。のの、のまずのと書いておこう。のの、の、
ケネスが思いつくの。のから始まる単語。のから始まる単語。二択。二択な。俺も二択。ビコス。それでは回答をオープンしてください。わあすごい。俺の二択のうちの一個や。うん。マジで野原って書こうとしてやめてノリにした。うん、俺ノーか野原かどっちか。ノー？うん。ノー？いやノー日本の伝統芸能のもののね。マニアック。ノブシが出てきました今。ノブシが拳か。ノブシは出てこねえなあ。ノブシか。ノブシは当たったらすごいよ。そうだね。ケネスが好きな人とデートをするならどこ？ナナちゃんとどこ行ったかか。まあそうだね。ナナちゃんとの初めてのデートはどこに行ったのかなっつって。ナナちゃんと初めてどこ行ったのかななんつって。いやちょっと こうしよう。ケネスの気持ちになって。いやケネスの気持ちになんか絶対なんない。それでは回答をオープンしてください。まあ居酒屋デート。あーお酒飲むもんね。そう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 。なんか。いろいろ考えた。水族館、動物園、プラネタリウム、美術館、映画館とかいろいろ考えて。いろいろ考えた。うん、わからない。結果、海に帰る。なるほどね。うん、なんか酒飲めてちょっと高めの料理屋ですね。ちなみに最初の嫁との初デートはカニ道楽でした。最初の嫁との最初の嫁最初の嫁との嫁との最初のデート最初の嫁って言うとちょっと語弊があるよね。そう2番目の嫁とか3番目の嫁とかいう話になってる、ね、いるのかなって。嫁数1号2号がいるのかっていう。ケネスの女性の口説き文句はルーチンがニヤニヤしてる。しょうもないこと考えちゃった。口説き文句？ケネスのなんかちょっとイライラしてきたもん。ケネスの口説き文句を想像。ケネスがケネスがヨメスを口説いたのか、ヨメスがケネスを口説いたのか分かんないからね。俺は、うん、ヨメスじゃないかと思ってる。確かねヨメスからだったような記憶は、ね、なんかそんな感じだよね。まあ、だからヨメスではなく普通にケネスがどうやって女を口説くか、どうやって口説くんだろう。ちょっと分かんねえわ。ちょっとどういうことなんだろう。聞きたい、うん、はい、聞きたい。それでは回答をオープンしてください。とりあえず2人で飲もうかと。あ、うん、君かわいいね、君かわいいね、かわいいねっつって君があるかどうか分からないけど、だからまあシンプルにね、うん、君の部分が奈々ちゃんなのか、可愛いねなんなのか、うん、その名前もないのか、で口説き文句なの？あ、口説き文句か。口説き文句なんじゃないかな、分かんないけど、うん、定義がちょっとね曖昧ですね。ね、私ちょっとすいません、学がなくて。口説き文句そんなない、ほとんどないと思いますけどね。俺ってどうかなぐらいですかね。なるほどね。シンプル。なるほどね。でも確信ついてる。そうだね。いや賢いね本当に。なるほどね。いやすごいわ。今のはちょっと感動したわ。ちょっと天才だ本当に。やべえな。なるほどなるほど。賢すぎんな、うん。だって簡単だもんね。簡単。ありかなしかを聞いてきてるわけだからね。そうだね。うわすごい。勉強になった、はいはいはい。勉強になりました。すごい勉強になった。すっごい。やっぱ賢いわ。言われたことないわ。俺ってどうかなみたいな。ね。ちょっと目から鱗がすっげー落ちた、ね、ポロン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 ポロポロ落ちた、うん、ケネスが本気で怒るとどうなる？みたいなみたいな。それでは回答をオープンしてください。丁寧な質疑応答。まあ本気で怒ることないって言って終わらそう、うん、
なんか何がどうして俺が怒ってるのかをこう説明して、どうしてそういうことしたみたいな。詰めるってことね。そう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 、はいはいはい、詰めるタイプね。うん、いやでも違うかな。声がすごい大きくなりますね。まあただでさえ大きいんですけど普通にありました。ありました。ありました。お、大きくなりました。なるほどね。じゃあもうケネス声大きいなって思ったら怒ってるなって思えばいいことだね。そうだね。そういうことだね。でも大体大きい人だね。そうだね。ケネスはプルタブの取れた缶詰をドライバーを使って何秒で開ける？はあ。プルタブの取れた缶詰を、缶詰？ドライバーで開けるんだ。なんかちょっと黒木さんみたいな気持ちになってきた。どんな気持ち？それでは回答をオープンしてください。あのさ、3はもう無理やん。さ、常人はさ、やっぱその中身が出ないようにとか気を使うじゃない、うん、でも早く開けろって言ったら多分こぼれるとか気にしないでバッて開けるタイプだと思うんだ。だから割とこうガッていくんじゃないかなっていう予想。なるほどね、うん、3秒か6秒か。そうなんや、うん、というイメージ。私はまだケネスがちょっとこちら側の人間だと思いすぎてるのかな。それではどうぞ。パクのこれ、え、あところ最初穴が開いてるやつだと思ってた。いや違う、私だからもうゼロのとこからだったね。そう、取れてる。なるほどね。からあ、すごい惜しいじゃん。だってシミュレーションしてたもん私。めっちゃ惜しかったもんね。こうやってっつって、アキさん正解で、やったなるほどね。これでもあの完全シミュレーション通りだったそうだね。もうこうやってやってたもんだった。私でこうやって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 っつってゴイス、俺ゴイス超面白い、すごいね。ケネスの嫌いな食べ物は何？これはだからほらさっきさ、うん、ないとか言ってたやん。言ってたね。けど聞かれたら多分ね、出すんじゃないかな。好き嫌いないとはいえ、うん、とはいえじゃん。そうね、これでいこう。それでは回答をオープンしてください。くせえ、うん、なんかほらリンパが痛くなるとかなって言ってたから、なんかここら辺にその唾液の感染とかなんかそこら辺が弱いのかなと思ってさ。梅干しとかね。そうそうそう、レモンとか。とかあの鉄板でトマトです。火かけると大丈夫なんですけど、生のトマトはもうあの 死ぬかトマト食えてたら死ぬ方選ぶぐらい嫌いです。好き嫌いないです嘘つくなし。鉄板でトマトです。鉄板でトマトです。鉄板でトマトです。ない中でひねり出してくるかなと思いきや、ノータイムで、ノータイムで鉄板でトマトです。鉄板でトマトですって言ってたんで、モスに行ったらじゃあトマト抜きですね、ですね、みたいな。ケネスの平均睡眠時間は？これはね、それでは回答をオープンしてください。おお、一緒、シンクロったね。シンクロったね。いや、なんか短いような気がするんだ。うん、うん、極端だね。あのね、
4時間の日と9時間の日を繰り返すみたいな感じになるんで、まあ、間取ると人並みの 6.5 とかになるし、そうですね、間取られた間取られちゃった、ね、まあでも平均だからね、まあまあ、まあ、まあ間取るよね、まあまあまあ、それはね、うん、いやでも大体そうよね、ちっちゃい子いるとね、うん、そうなるよね。しかも今だってほら勉強、うん、寝る時間削って勉強してる言ってるし、うんうん、ケレスが毎日欠かさずやっていることは、これは何系でいくんだろう。そうね、真面目だからな。まずい。それでは回答をオープンしてください。なるほどね、うん、なんか子がまだ小さいから、ほら毎日お風呂入んなきゃいけないから、お風呂掃除は俺の仕事みたいな。いやでもなんかさ、毎日スタジオいるやん、うん、そう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 、朝から晩まで、うん、いるね、うん、考えるとなんかその おうち系統ではないのかなとか思ったんだけど、むずい、むずい。あ、つながって、まあ税理士試験の勉強ですね、これは本当に永遠やっていかなきゃいけないんで、まああと1年は。え、9時間寝てる日も、ね、え、たまにだってストレス感じたら勉強しないでお酒飲んで寝るんで、ね、寝るんでしょ、ね、え毎日欠かさずとは、え、とは、え、え、普段は3時間勉強してるけど今日は30分でやめるとか。なるほど、うん、なるほどなるほど、うん、勉強したら欠かさずしてるわけだ、時間が違うだけで、うん、なるほどなるほど、吐く。ケレスが女性を見て最初にチェックするところはどこ？はいはいはい、それでは回答をオープンしてください。瞳を何も言ってないです。書きました。目ではなく瞳を書きました。はい、まあまあ話し方あかなみたいな、うんうんうん。なんかあんまりこう人の顔とかジロジロ見るタイプじゃない。そうね、なんてあんまり目が合わないなって思うから、あ、うん、顔とか、まあ、見た目とかじゃなくて多分なんか内部的な話なんかなって思いました。なるほど、ね、はんはんはん。なんか服の色気になりますね、季節の。なぜか服の色、何色がよろしいですか。いやあんまり色つかない。まあ普通冬ってなんか黒いコート着てるのが多い時に違う色の服を着てると、あ、なんとか色だって、なんか要は人と違う色、まあ、多分そっちに目が行くって感じですね。好き嫌いというより、それが印象残るって感じです。なんか途中でさ、何を俺これ聞かれてるんだろうみたいな顔するじゃん。なんか不満そうな、は？分からん、すごく今日一番分からんかった。いや、こういう人なんですよ、こういう人なんですよ。で、服の色？色？普通って言ってたしね、途中。普通とか言うなしっていう。普通ってなんだろう。面白い、不思議な人ですね。不思議。基本一来たわ。ケネスが初めて黒木正男を見た時の第一印象は。何歳くらいなんだろうな、まあでも、まあ、まあ20年くらい前として20年前の黒木さん。20年前、リーゼントっぽい感じ、うん、かっちりリーゼントではないけど、うん、まあ、うんうん、ふんわりリーゼント、ふんわりリーゼント、ふんわり。それでは回答をオープンしてください。そのまんまやん。でもほら20年前はハゲてないから、今もハゲてないけど。出っ歯じゃないから。ハゲ出っ歯？
まあね、なんか変な笑い方する人だなみたいな。それはあなたの印象です。違う。そんなこと言ってないし思ってないよ。じゃあ何、ルイティはハゲデッパって思ってんの？違うでしょ。あれいつだ、多分あれは、あの人がどっちで先見たんだ、多分連盟道場の四ツ谷で見たのかな、多分森山さんの駒使いがいるなとか感じですかね、イメージ、もしかしたら。駒のこと書けない。失礼。まあ歯に気抜きせぬ言い方がね、ティネスのいいとこでもあるけど、魅力だね。やっぱりさ、そう考えるとさっきのさ、森山さんに凄むはさ、もうあのすごい高い壁だったんだろうね。そうだね、ティネスでも超えられない壁だったんだね。なるほどね。ケネスが黒木正男を倒すとしたらどんな手段を取る？チーン。それでは回答をオープンしてください。もう規制を上げながら首を絞める様子が今スワーってたやすく再現された。スワーキーとか言いながら首絞めてそう。まあ黒木さんの好きなプロレスの技を黒木さんにかけてあげるんじゃないかなと。なんかもうもういろんなとこでリークして社会的に抹殺するとかですね。いっぱいネタを持ってるぞっていう。持ってるんだね。落とし屋で今、ね、案に示唆してきたね。本当だね。魔法に対しての警告だよ。警告出たね。本当だね。怖え、社会的に抹殺だって。怖い。物理的にじゃなくて、ね、やべえやべえやつや。やべえわ。ケネスはキノコの山派、それともタケノコの里派？結構取ってるような気がするんだよな。それでは回答をオープンしてください。おお、揃った、揃いましたね。あのキノコですね、完全に。タケノコはなんか食感がダメです。食感クッキーのサクサクが、うん、シャクシャクしてるあたり、うん、なるほどね、カリカリしてる方が好きってことね、サクサクより、うん、当たった当たった2択、本当に2択は当てられたね。ケネスがお風呂で一番最初に洗う箇所はどこ？俺は今 2% くらいの確率を取ったよ。マジで？うん、 2% もないかもしれない。1% は俺も攻めよう。うん、 1% の確率を取りに来ました。それでは回答をオープンしてください。やってまあ足の裏ですね。あー、うん、足の裏なんだ。裏だね。俺はまあそうね、足ね、うん、足、うん、なんか足って言いそうな顔してるよね。なんか頭もうだってさ、もう 98% 頭だと思ってん、うん、そうだね、うん、98% くらいの人が頭から洗うと思ってんだけど、うんうん、でもなんか頭じゃない気がしてならないというか、そういう気持ちにさせてくる、うん、このケネス徳田という人物が。そうだね、わかるよ、うん、すごくわかる。でもこれ頭って言われるんだぜ、どうせ。俺はワンちゃん手かなって思ったね。多分頭ですね。頭ですね。そうですね。そうですね。そりゃそう。あー、もうちょっと攻めたわ。ちょっと攻めすぎたわ。ちょっとそうね、これは攻めすぎたか。そうね。これだってサービス問題みたいなもんや、言うなれば。そうね。けどさ、やっぱこうなんか裏をかかれるんじゃないかって思わせてくれるんだよ。もうなんかこれ出てくる人さ、なんか。ね、こいつに限らずね。
ケネスが気になる社会問題は何？これ難しいわ。もうどういうことにその関心があるかとかがもうだってわからなすぎて。そうね、ケネスの密着とかの方が面白そうだよね。我々の密着よりさ。それでは回答をオープンしてください。なんかほら車乗るから石油とか、まあ、あとまあデルタ株とオミクロンになるとあれ2週間くらい前ね、まあ、物価貿易とか関係かな。なんか自分の生活に直結することは見てそうな感じ。イメージ的に、ね、気になる社会問題は何か結構政治が好きなんで、何か選挙とか何か政治改革系の定員とかそういう何か世の中の人にとってはどうでもいいそういう何か定員の改変とか選挙制度の改革とかもその辺ですね。国会議員の定員、あ、国会ですね、はい。へえ、やっぱちょっとあれなんだね、人とはやっぱちょっと何かこう、そうだね、関心を持つ部分が。やっぱ違うとこは違うんだな。ケネスは足つぼマットで足踏みすると何秒耐えられる？それでは回答をオープンしてください。ずっと、なんか別に特に何も感じない、痛くないって、うん、言いながらブニブニやってそう、うん、だって絶対健康なわけなくない？まあ体型的にはそうだよね。お酒も飲むしさ、確かに、あの睡眠とかもほら不規則なわけじゃない、うん、でも寝るときはちゃんと寝てるしな、9時間とか寝るって言ったしな。筋肉量があるとその自分の体重がこうかかるわけじゃない、足の裏に、うん、なんか結構痛そうな気はするんだけどな。それではどうぞ。あ、痛い、急に痛くなった。うお、意地勝負だ。あ、無理さあ何秒だったんですかね。すごい顔してる。痛かったんだ。足の裏洗うよ。で、割とあれだったな。普通だったな。普通だったね。うん、いや、むしろ頑張ってたと思う。長かったね。24秒。ケネスが一番最後に泣いた理由は？最後に泣いたのはそもそもいつなんだろう。泣くのかな、泣くことあるんか。俺はここはノーマルタイプでいくよ、うん。それでは回答をオープンしてください。おー、なるほどね。大志が生まれた時、俺は大人になってから泣いてない。赤ん坊の時に泣いたのが最後っていう赤ん坊です。歯だな、歯が泣くぐらい歯痛かった時あって、多分それだな。どっちの歯だろう、多分ね。3年前か、多分インプラントにする前の歯が根っこが割れてたみたいで、それがあまり痛かったな。歯が痛くて泣きました。3年前に大人に40を超えて歯が痛くて泣きました。マジか。そうか、泣くほど痛かったか。もうすぐ病院行った方がいいね。かわいそう、うん、かわいそう。ケネスが最もストレスを感じる瞬間は？最も
それでは回答をオープンしてください。あ、まあ、車運転するんで、まあ、渋滞普通に、まあ、寝てるとこ起こされた時、なんかお酒飲んで 寝てなんか4時間ぐらいしか寝られなくて起きなきゃいけない時が一番ストレスみたいなイメージ。うーん、両方から子供が死ぬほどでかい声で同時に叫ばれた時、相当強い。もっともなんだうるせえなみたいな、そういう話ってこと。へえ、確かにね。ケネスがかっこいいと思う麻雀プロは誰？かっこいい、人に対してかっこいいと思ったりすることあるんかな。あるんかい、あるんかい。顔顔とかじゃない、生き様、筋肉に聞いてみたらいいんじゃない。それでは回答をオープンしてください。なんかこう灰さばきとか、うん、もう込みかなみたいな、なんか全然違う理由で瀬戸熊さんみたいなイメージ、麻雀関係ねえじゃんみたいなところで言いそうなイメージ。分からん、分からん、いないって言いそう。そうね、いないもある。かっこいい。意外にあのこう RMU の河野隆さんですね。意外にあれは男としてかっこいいって感じ。その理由は男として、まあダンディ、まあダンディーさですね。はい、衝撃を受けている。うん、ダンディ、なるほどね。ダンディなんだ。ダンディズムを感じるんだね。ダンディズムを感じる人にかっこいいと思うってことだね。なるほどね。あ、でもそうか、年齢も年齢だもんね。うん、ダンディな人結構多いけどね。そうね。うん、なるほどね。なるほど。ケネス自身が直したいところは？気がしない、うんうん、それでは回答をオープンしてください。うんうんうん、なんかすごいせっかちだから、うん、せっかちでも直したい、うん、どうなんだろうね、分からん。せっかちなところですね。なんか脊髄反射でなんか物事を考えるとか動いちゃうんで、ちょっともうちょいワンテンポ体でクッションできないかなっていう、それをずっと45年間思い続けてます。あ、すっごいせっかちだなと思うもん。そうだね、うん、すっごいせっかちだよね。世話しない。でも直したいと思ってるんだ。ね、思ってるんだね。それは意外だった。うん、ケネスはうがいを一息で何秒間続けられる？意外といけんじゃねえかな。これやっぱり結構限界まで頑張りそうだもんな。ね、頑張り屋さんだもんね。そう。俺は絶対に無理だわ。絶対無理だ、うん。それでは回答をオープンしてください。24秒。36秒。まあ、全然わかんない。まあ、20秒は超えてくると思っている。うん、それではいきます。近く過敏で奥歯に水が来ます。ダメだこれ。はいや最短3秒これでどうにかならないか。3秒か、近くたびんか。お湯あげて、お湯あげて、おさゆさんにしてあげて。ね、そうね、冷たいとね。それでは最後の問題です。ケネスは明日世界が終わるとしたら何をする？するのかな。これダメだね。これネタに走る。ネタなんかある？せっかち
チなのは直したいんでしょう。これだな、うん、それでは回答をオープンしてください。前菜さんをはたいて美味しいものを食べ、好きなだけ飲む、いっぱいお酒飲んでもう寝る、うんうん、そして寝てる間に世界終わるっつって、うん、体に悪そうなものを食べますね。健康どうでもいいんで、例えば肉に油を塗ってさらにバターをつけるみたいな、だいたい油っこいやつですね。だいたい普段それ食べるとお腹壊すんで。肉に油を塗ってバターを塗ってかけて、油に油と油でいろんな油をつけて油を食べたいみたいな、で お腹壊しちゃうから普段はできないけど、それは美味しいの？いやだから、うん、お腹壊しちゃうからっていうことは、うん、食べたいけど普段は我慢してるってことだよね。なるほど、うん、でもそれが食べたい、うん、美味しいや、美味しいんだ、美味しいんだね。そっか。対戦結果を発表します。じゃん。クー！ビサ、ビサ、いい勝負。いい勝負だったな。ね、いやこれもうね、でも最初の方が当たんなすぎて、うん、もう後半。だってもう結構さ奇跡的なさ缶詰のさ、うん、あれとかはさもう相当奇跡だと思うな私。そうね、ああいう系でさだって当たったの多分初めてだと思うんだけど、うん、もうそれを当ててもこれよその奇跡を起こしてもこれよ。難しいよ。いやちょっとねギネスは無理よあのねやっぱちょっとこうなんていうんだ、裏を書きすぎたとこもある正直。まあそうね、そうね、うん、割と思ったよりノーマルタイプだったもんね。ノーマルタイプで当てれた部分もあったけど、うんうん、それでもなやっぱちょっとね変わり者っていう認識がちょっと強すぎる、うん、そうだね、うん、いや変わってんだけど、うん、変わってるなと思うけど別に全て外してくるわけじゃないもんね。そう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 、うん、そうなんよね。ちょっとなあ、いやでも難しかったな、うん、トマトな、トマトな割とねあの子供の嫌いな、ね、野菜上位に入る ね、うん、ねやつねとかな、なんかいろいろあったな、頭とかな、頭の勉強とか ね、 ね取れたやついっぱいあったな、うん、ちょっとこれはでもなちょっとボンクラだったな。これだからダマでこうヨメスにやってもらいたいよね。そうだね、どれくらい正解できるのか、うん、マジでガチで気になる。聞いてみよう、うん、でもなんかビサだったけどなんかもうちょっとこうハイレベルな戦いしたいね。そうだね、そうだね、もう底辺の争いやん、どんぐりだもんねどんぐりで、まあそうね、5ミリ魚、3ミリ魚みたいな、ね、みたいな戦いだったけど、うん、まあでもあのこの動画でねあのケネスを知ってもらってね、うん、ケネスのいいところもそうじゃない部分もあの面白いところもいっぱい見れたと思うんで良かったと思います。良かったと思います、ね、次の100のことは誰が出てくるか分かんないですけど、次回の100のこともお楽しみにということで、今回の動画が面白かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。